社内イベントからセミナー現場までお任せください。さあ、柴田商事の懇親会、最後は恒例柴田部長に関するクイズです。じゃじゃん。柴田部長が一番好きな動物は次のうちどれ。好きな動物有名だもんね。 A ラクダ、 B サイ、 C パンダ、D ゴリラ。はい、みんな答えて。 B B B 俺 B で B にします。 B がサイか。 A A が A なんだっけ、やっぱ D で。俺 D D にします。すいません、すいません、俺 D、 俺 D にします。動物名で言って。わかんないから。酔っ払ってる。じゃあ正解です。正解が柴田部長何でしたっけ。いや、カバよカバ。もしもし、 A じゃないかですか。カバなんだよ。うまく仕切ってくれないと盛り上がりません。さて、大人数で一斉にこれスマホさえあればクイズができる、そんな楽しそうなシステムの話題でございます。さあ、このクイズのシステムはオリジナルの問題も作ることができるそうです。というわけで、イベントだけじゃなくビジネスやセミナーの現場でも使えるクイズシステム、アンサータッチをご紹介いたします。株式会社キュービックの小林さんです。よろしくお願いします。こちらはですね、本格的なクイズ大会を開催できるシステムとなります。すごいの作ったな。スマホを使って丸×クイズから2択クイズ、3択クイズ、4択クイズという選択肢のあるクイズまで自由に問題を設定して出題することができます。さらに出題から、リアルタイムで回答結果を集計して、そしてその場で即順位発表までまとめてやってくれるというシステムになります。さあ、こちらのスマホの操作も簡単ですぐにクイズができるってことなんですよね。はい、参加者の皆様は、スマホで QR コードを読み込んで、お名前を登録するだけで、すぐに参加できます。操作はブラウザ上で行いますので、アプリの登録も不要でして、で、これまでに最高で2000人を取り、はい、クイズを行った実績がございます。ビジネスの現場でも使えるっていうことなんですよね。例えば社員さんの歓送迎会ですとか、あるいは入社式といったその後の企業の様の懇親会などで、その場でクイズ大会を開催することができます。企業様に合わせた問題っていうのを作ることが可能ですので、仕事に関することですとか、業界の専門用語、社員にしかわからないようなクイズ、あるいはうちわならではのクイズで、楽しむことができます。はい、講習会や説明会の最後に学んだことをですね、クイズにして、習熟度をチェックすることも可能です。あ、なるほど、これ便利ですね。さあ、ここからはですね、アンサータッチを使ったクイズ大会を開催したいと思います。やったー。いいよー。はい、2021年4月に始まった A じゃないかビズ、2022年8月までに取り扱ったご紹介商材の合計数は150個以上である。ほい、来た。お、始まった。マジ、どうだ。これだ。ドキドキする。150以上は150すごい。でも1回で結構紹介するからな。確かに、そうそう、正解数が同じ場合、回答時間の早い方が上位と。なるほど、感謝祭ルールね。はい、正解はこちらです。やった。結構紹介してますね。もっとやってると思ってたけど。第2問はこちらです。はい、承認用紙を受け取っている手はどちらでしょうか。もうね、こっちじゃない。絶対のもので。絶対っすもん。私でも分かるわ、こんなもん。よく見てるわ。よく見てる。多分こっちだ。やったー。合ってる合ってる。分かりやすい。もうちょい強めにいただきました。やってみようかな、ちょっと。では続いて第3問でございます。正しい番組のはどちらでしょう。これ意外と難しいんだよ。全く同じに見えちゃうんだよね。おじさん。あ、さすがみんな間違いない。でも1位いる。誰だ、誰だ、誰だ。第4問はこちらです。急に、こういうのやだ。わかんないよ。いや、むずい。これだ。こういうのってどうやって考える。あー、ミスった。うん、そうですね。
A じゃないか関係あるんですか。全くそうですね。最終順位の発表でございます。おお楽しい。博士社員2文字が当たった。博士社員外しちゃって。おお岡野ちゃん。あれ内閣。え誰ねえ名前柴田さん偽名でやるからこれ会社のイベントとかパーティーで盛り上がりそうですよね。めちゃくちゃいいと思う。まあそういうところじゃないもうちょっと真面目なところでもこれ使えそうですよね。アンケート的な感じでも使えそうです、はい、企業の広報やイベント社員教育や研修など社員同士の交流を活発にしたい企業またリモートワークが増えた企業のご担当者さんはぜひご検討いただければと思います。さあ今回紹介したアンサータッチは一般常識の問題からその企業ならではの業界用語や社内の話題まで作ったクイズがスマホだけで楽しむことができちゃいます、うん、クイズの内容や使い方など詳しくはアンサータッチのウェブサイトでチェックしてみてください、はい、クイズ回答システムアンサータッチ以上となります、うん、さあ柴田部長こちらいかがでしょうか。はいアンサータッチ承認です。いただきます。